いや、ついにやってきましたね。やってきましたね。このシリーズで初めてのはい。ちゃんと駅を作る間手のシーンを 今更ちょっと皆さんに見てもらおうかなっていう形で思ってま YouTube す始めて2ヶ月で ようやくね、やっとメインの。メインのことをいきたいと思います。はい。じゃあまず間手って何かを説明してもらっていいでもうすか？ほんと端的に言うと、はい。駅を仕込むことだよね、はい。間手っていううん。ことは。最近入れた情報を、はい。学んだ情報を。そうですね。合成愛でも間手だし、沈殿愛でも間手。要は藍染めで液を作ることを全部間手っていうことを教えてもらいました。なるほどね。今回はそのすくもはい。を、木灰汁か、はい。あと貝灰、ふすまのこはのい。4種類の天然素材だけで、はい。天然でこう発酵立てをするっていうはい。方法をしてるので、はい。渡辺津で常日頃液を仕込んでる工程っていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。はい。これは今何をしてるんですまずね、これ乾燥カチカチにしてる状態だから、すくもか？が。なんでこれを木灰汁入れて、で、すくもをほぐすとともに、先にこう木灰汁ちょっとなじましといて、こうしましといて、後でこう液槽に入れてアクを足していくんだけど、その時にこう、なんだろう、早くなじむようにするためにここの段階でこういう処置しておきます。で、これは何をかけてるんですか、今。これ今ね、貝灰を入れてる。そのアルカリの補助剤っていうかブースト剤みたいな感じだよね、プラスアルファで。でもやっぱちょっと木灰汁と貝灰自体のそのアルカリの、なんだろう、効き方っていうか作用の仕方っていうのもちょっと若干感覚値で違うような気もするから、どっちかが欠けててもダメのような気がする。なんかアクだけで立てる人も当然いるし、立てたこともあるけど、なんか持ちがあんまり良くなかったり、それ相応の管理の仕方があるのかわからないけああ、なるほど。うちはこれが一番安定してるから、このレシピでやってますね。なるほど。そう、やっぱもったいないのよ。ご飯ですよみたいになってるけど、だこれもね、やっぱちゃんと手に、何、さっきも揉み込んだ後の手についたやつとか、やっぱり全部色に結局後でなるし、あんだけ汗水垂らして作ったすくもだから、いや、もう大変ですね。そう、多分一つも残さないように。いや、今年やってみてこの大切さがすごい分かりました。そうなのよ、猫まんまぐらい綺麗。ギリギリまで全部爪の中までもしっかり使う感じかな。最初なんで60%ぐらいにとどめとくんですか？だんだんこう色が出ると、藍が立つって言うんだけど、色が出た時からやっぱ色が出るとアルカリが下がるの。なので、6割ぐらいに収めとかないと、もしパンパンに入れちゃったらアク入れられないじゃない。木灰汁をああ、なる追加ほど。で入れられなくなっちゃうから、貝灰でもアルカリをこうブーストとしてこう入れるけど、木灰汁は木灰汁自体のなんていうの、使われ方っていうのもあるから、バランスよく後で入れて、アルカリを入れて色をどんどん上げていきたいので、最初は6割ぐらいうちは入れて仕込むようにしてます。で、色が出る、アルカリ下がる、そこで、貝灰入れたりアク入れたりっていうので対処していくかな。アルカリが下がると発酵菌が死んじゃうってことですか？アルカリがね、もう一定範囲、大体10.5から10とか11から10とか、そういう間って言われてるけど、その色が出る pH の範囲内っていうのがあるんだけど、そこを切っちゃうと結局そのレンジから外れちゃうから、還元するレンジからだと、やっぱ酸に触れていけばいくほど、下がれば下がるほど、その発酵レンジに入っていかないし、あとはもう酸化に走っていくだけだから、ただそのまま発酵というよりこう腐食しちゃうっていうのがよくあるかな。今こうやって綺麗に、色出てるけど、これは仕込んで約3日ぐらいか、大体今48から72時間の2から3の間で色が立つけど、
まあ、その色が立った後も、はい、まあ、ギリギリまである程度引っ張れるところまで色を一回上げて、はい、ギリギリまで下がったところに、はい、まあ、中石って言ってうちは貝灰バンと言ってるけど、はい、で貝灰中石でだけじゃ足りないさそうだなと思ったら、はい、木灰汁入れて、はい、プラスかさ上げしてあげるし、うーん、あとはそれを徐々にこう入れる量も考えつつ、はい、色上がる、はい、pH 下がる、はい、アルカリを足す、はい、木灰汁か、はい、貝灰、はい、でまた色を上げるっていうので徐々に徐々にこう使いたい濃度の、うん、レンジまで、はい、色も上げて、はい、で最後液面ちょうどいいとこまで上げて、はい、使い始めるという感じです、はい、ここで留め石打つっていう、はい、また貝灰打って留め石を打つっていう人もいるんだけど、はい、まあ、うちはその立ち上がった時の、はい、まあ、大体のそのpH値の感じと液のこの、はい、粘りとかそういうのを見て、はいはい、必要な時は打つし、はい、あ、これこのまま使って徐々に調整しながら打っていった方がいいなっていう時もあるから、はい、そういうのはやっぱちょっと判断しながらあとはしっかり管理していくっていうのが、はい、これからこの液を使う上で大事な今度は管理の方に移っていきます、はい、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。質問あればぜひコメントください。ありがとうございました。ありがとうございました。